暇な空白チャンネル。どうも、認知プロファイリング探偵暇空あかねです。助手のなるこです。今回は令和3年度のコラボ住民訴訟、例の票3よししたやつの住民訴訟の続きだね。前回都庁の反論を見た裁判官が指し示した訴訟式は次の通りでした。被告補助参加人コラボが原告が訴状段階で指摘をした被膜を中心に事実の内容について主張立証をする。コラボは訴状に主張立証をして反論をしろってことね。なるほどですね。ついに明らかになるんですね。客観的に確認できる会計書類とやらが。それが住民監査請求して再調査が実施されてもまだ出てきてないのどうかと思う。それはそうですね。で、反論はどうでした？最初に言っておくけど、くっそむかつくし、税金払う気ゼロになるから下っ腹に力入れてみてね。ふう、もう慣れましたよ、どんと来い。コラボ代理人弁護士は新堀弁護士だね。行政が得意で、行政訴訟に備えるためにセブンナイツにスカウトされたのかな。あの初期セブンナイツメンバーで、書類や記述では見かけず警備員の仕事をしてるかツイッターでうざがらみしてるかしか見かけないアンバサ弁護士はどうしてスカウトされたんでしょ。後から参加したカルピスやセブンナイツや二頭夢の8人と相互フォローの鍵アカを持つ生間雄生弁護士や75期の弁護士の裏垢研修所と相互フォローでいいねを連打してた75期の川西拓也弁護士は書面に名前が出てくるのに。僕の住所を流用するためじゃない？あ、はい。で、どんな反論でした？コラボが不正会計したというなら立証責任は既でにある。コラボが立証する責任はない。だそうだ。裁判官の指示はコラボが立証せよ、でしたよね。反抗期なんじゃない？わけがわからないよ。原告の指摘は別次元の資料である活動報告書と会計報告書案に比較して特に一致するとは限らない両者の項目の数値に差異があることを問題にしたり、単なる漠然とした印象で不自然である疑わしいなどと繰り返してるだけで主張立証できていない。だそうだ。はん、活動報告書も会計報告ページありますよね。それと比べてメタメタだったり、四半期でマイナスが出てきたり、ユニクロ GU マフラーが出てきたり、エアコンがパソコンとか一桁計算違うとか、メッタメタのメタメタだからおかしいって指摘したのに何が別次元なんですか？ははは、実施状況報告書と活動報告書は一致しないから別次元の書類であるって主張してるんだよ。都合のいいようにね。裁判ってこんなもんだよ。ははは。どうしたの、なるくん？すう、はあ、ちょっと切れそうになりましたが続けてください。監査結果で問題なしって出たもんね。問題ありとの立証責任は既でにあります。じゃ、そういうことでこの裁判は棄却で終わらせてください。だってさ、あ住民監査結果に不満がある場合にやるのが住民訴訟ですよね。そこで住民監査結果がこうだったからって何ですかそれ。もしそれが通ったら住民訴訟なんて無意味じゃないですか。何言ってるんですかこいつ。行政じゃ監査できてないから地方に来たんですよね。行政、都庁が問題なしって言ったから政府で通るなら住民訴訟いらないじゃないですか。むちゃくちゃでちょっとびっくりするけど、まあ裁判ってこんなもんだよ。ちょっとどころではないですね。でもここで言っても仕方ないです。続き見ましょう。次はコラボの主張というものがあるからそれを読んでみようか。表1、実施状況報告書2600万円。表3、暫定監査員作成2905万7000円。監査で暫定ってありなんですか。表4、再調査結果2713万1000円。メッタメタのメタに数字合いませんね。ほんと実際コラボ主張4294万2463円。実際コラボ主張4294万2463円。実際コラボ主張4294万2463円。実際ここでまた4294万円になるんだったら2900万って認めたいという都民ファースト監査員は何だったんですか。何を確認して2900万だったんですか。逆に確認しなかったんじゃない。再調査した2713万円って何だったんですか。何を再調査確認して2713万だったんですか。逆に確認しなかったんじゃない。
この4294万円って何ですか？今回新しく出てきた、実際。ふざけるな、はっはっは、これはさすがに想像を超えてきたね。笑い事じゃないんですよ。都庁に払った税金返して、全額返金しろ。まだまだ続きがあるよ。実施状況報告書と活動報告書とでは会計の区分で違うの使ってるんだもん。例えば会議費は実施状況報告書だと会議費にしてるけど、活動報告書だと会議費じゃなくて給食費にしたり支援費にしたり気分で変えてるんだもん。給食で会議する組織がどこにある？車両関連費も実施状況報告書だと広い範囲、ユニクロのマフラーとかも車両費に入れてるけど、活動報告書だと狭い範囲しか入れてないもん。だからずれただけだもん。だってさ、後付けの言い訳にしか聞こえない。以上、原告の不正指摘はぼんやりと疑問がある、不自然だと言っているだけだと思うので、もっとちゃんと不正を立証しないと、コラボは立証責任を負いません。プリプリ。だってさ、もういいです。これ裁判官はどうなりました？まさかこれ鵜呑みにしませんよね？その前に提出された実際を見よう。これまで登場したコラボの会計書類は、表1、都庁に提出していた実施状況報告書、表2、コラボがホームページで公開していた全体活動報告書、表3、住民監査請求で監査員が作成したもの、表4、再調査で福祉保健局が作成したものがあったね。表が4つ出てきて、それが全部矛盾する時点でもう終わりなんですよ。今回提出された実際は表5だよ。もうやだ。実際は基本的に大雑把な項目、例えば車両関連費だと駐車場代とかガソリン代しかわからないね。これは例の黒塗り失敗したリーガルハラスメント資料と合致する。同じですね。リーガルハラスメント記者会見の資料の方が詳しいです。商標は違う金額とかこっちには書いてありますが。知らない。こういう風にこの実際はリーガルハラスメント記者会見で配った資料と見比べても、情報の少ない商標も何もない何の立証にもなってない会計書類ということになるね。こんなの適当に作れますよね。そう思うけどね。で、この書類は日付がある。日付があるということは過去の書類と同じ自販機ごとのデータにできる。それを入力したのがこちら。報告書とか調べてた時に見たやつだ。たくさん赤いところありますね。なんとなくダメなんだろうなってわかりますけど、ちゃんと説明してください。何ですかこれ？オレンジが今回出てきた実際1から4クォーター、青が都庁に報告した実施状況報告書、自販機ごとに提出してたはずの書類1から4クォーター、赤く塗ってあるのは実施状況報告書よりも実際の数値が小さいところ。終わってません？例えばホテル費用は令和3年6月30日に提出したことになっているこの実施状況報告書、令和3年度4から6月、ここでは4から6月に63万円使ったと報告してるね。で、実際の宿泊費は4から6月で24万円しか使ってないね。ちょっと整理しますね。令和3年の6月30日に4から6月で63万円をホテル宿泊費に使ったと都庁に報告。令和5年になって新しく出てきた実際の費用表を見ると、4から6月に24万円しか使ってなかった。こういうことですよね。まとめ説明ありがとう。その通りだね。それって令和3年6月には都庁に嘘の報告をしてたことになりませんか？知らない。知らないけど、僕はそれ以外に解釈できない。これ終わってません？なるくん。はい。ホテル費だけだと思ってる。この赤く塗られてる項目全部がそうだよ。給食費、医療費、消耗品費、交通費、ホテル宿泊費、車両関連費、会議費、ソフト費で都庁に実際よりも過大申告をしてたことになるよ。泣いちゃった。住民訴訟で楽しく社会勉強、暇な空白チャンネル。あとね、宿泊費といえばね、まだなんかあるんですか？共産党と強いつながりがあるコラボ代表2頭夢野さんは、2022年の3月27日頃、シェアハウスで暮らす中長期保護の子たち、
新生活に旅立ったり、コラボのアパートで暮らし始める予定の子たちとリズル校に行ったらしいんだ。何度もツイート等で投稿しているが、いちご狩り、海辺遊び、ぬいぐるみ作り体験会などをしたらしい。とても一日ではこなせないと思うから、数日かけての伊豆旅行だったんだと思う。それがどうかしたんですか？数日の旅行に行くなって言いたいんですか？さすがに言いがかりですよ。コラボは、中長期保護は、若年被害女性等支援事業にはカウントしておらず、別の自主事業である。って主張してるんですから、これは自主事業で、公金の使い方とは無関係のはずですよ。自主事業での旅行なら自由ですよ。都庁の報告書にも、令和3年度通して、中長期保護女子は0人とありました。つまり、中長期保護女性たちとのこの合宿は、コラボの自主事業だと断定できます。はっ。しかし、ここで話に出るということは、まさか。一人で話サクサク進めすぎだよ。まあいいや。じゃ、2022年3月末の経費を見てみようか。はい、食費ドン。3月31日の1日だけで、食費が61件、合計145,956円。交通費が合計72,083円。宿泊費が、わあ。1件で101,500円のもあって、合計125,246円だよ。おいこら、ちょっとカメラ止めろ。ざけんな、ありえねえ。なんで、これが監査で指摘されないんだよ、エリコ。ピエン。ちゃんと監査で指摘されるべきだと思うピ。知らない。だから、これを住民訴訟ではっきりさせに行くんだよ。助けて、司法。行政が、都庁がもうダメなの。ゆり子はもうダメなの。僕の解釈だと、この令和3年の報告書か、令和5年に出てきた実際のどちらか、または両方ともデタラメで、辻褄を合わせることができなかったんじゃないかと思うんだが。まあ、これ、都庁の監査員だと、よしって言ったんだろうね。この計算するだけで、過去の報告が、全部めちゃくちゃだったって分かったはずだけど。何を見てよしって言ったんですか？知らない。知りたい。これだけ、当時の実施状況報告書が信じられないし、後から新しく作成されたとしか考えられない。この、実際も、立証する証拠等が一切出てきてない以上は、きちんと立証されないことには採用すべきではないと思う。なので全額返金してほしい。というわけで、請求範囲を拡張して、2600万円の全額返金を求める書面を次回までに出すと予告したよ。さっさと返金。いや、返金だけじゃなくて、今後一切公金に関わらないでほしいです。全部の公金事業に、政治活動を禁止ってルール作ると、申し込みを中止するんじゃない？公金に関わるなら、そんなの当たり前のはずなんですけど。ね。今回は以上です。最後まで戦い抜きます。引き続き応援、チャンネル登録、いいね、拡散、よろしくお願いします。書面はノートで有料販売しています。リンクは概要欄にあるのでよろしくお願いします。YouTube とノートの売り上げは、探偵と助手で折半しています。個別の投げ銭は、探偵はノートのサポート、助手は固定ツイートまでお願いします。それではまた次回お会いしましょう。